おはようございますついにですねもう動画撮影が間に合わなくなってきたんで音声とこの画面キャプチャーでお届けしたいと思います、えー、コメント返しでございます皆さん本当にありがとうございますまずねマークンレオンさんからですね、えー、でも結局安倍総理の時の諸問題をならならに済ました国民の責任菅は安倍路線を引き継ぐと言って受けた中継短期間総理しかし野党もおとなしいなと まあ与野党とももらうボーナスは同じだもんね蓮舫もおとなしいねもう国会もとっくに閉会してるのにねもう国会議員は正月休みがバカらしいうん。確かにねこの辺じぐじたるものがありますよね国会国会って言ったって私たちの声がどのくらい反映されてるのか本当に悔しい思いをします山本太郎さんお山本太郎さんですか本当ですか <laughs> 生活困窮者には無意味な GoTo をそこまでしたいですか 必ず選挙に行きましょう。選挙に行かないのは自民党に投票するのと同じです。その通りです。ねえ、皆さんこれ、聞いてますか自民党に投票するのと同じですよ。えー、純也さん、ダメ元で国民が声を上げていくのが大事。菅さん、口だけではこの国、未来が絶対ないよ。自分も毎日政府への要望のメールをしています。はい。ダメ元でもやっていきましょう。足立さん、革命を起こすべきだと思う。はい、その通りです。えー、足立さん、毎日官邸にメールします。 どんどんやっていきましょうねまこさん公明党には失望しました引き死なければならないという暴れ馬の手綱を離してしまったあの公明党さんね本当ひどいですよね公明党ね公明党さんは自民党の二軍みたいな感じになってしまいましたからもう公明党にはね一票すら入れなくていいんじゃないですかうん公明党はね本当にねこの党を自民党の二軍にしてしまったもうなんだろうな ほんね、公明党にすらねなんかこうなんか気の毒ですね公明党さんもねうん本当こう思っちゃいますよ自民党の二軍だっていうふうに思われちゃいますよ本当はそうじゃないはずなんですよね公明党さんが単独で政権を持ってもいいはずなんですよそのぐらいの素晴らしいとこですからねそして創価学会員さんが支えてくださってるんですよこれがどうもね創価学会の方が公明党にお願いしますっていうことがあの なんですかね、公明党を応援することが我々国民をねなんかないがしろにしていることに直結してるわけなんですよだから創価学会の会員さんも苦しいんじゃないですかね公明党に投票してもらってよくならないわけですから今の状態だったらうんそれはね怒られますよね選挙お願いしますって言ってもあんたらのせいで私の暮らしバラバラだってね怒られちゃうんじゃないかなと思いますよねまあ公明党の方とかね創価学会員さんの方には直接の 罪はないんでちょっとその辺ね皆さん優しく優しく仲間ですからね自民党の政策が悪いわけなんですよねいやでもちょっと意気取りがありますねその辺はねはい三重さん久保さんこんばんはおっしゃっていることを同感いたします私の父は27歳で第二次大戦で亡くなりましたああそうなったんですね今の日本がとんでもない政府のため国民がひどい目に遭っています 父の死を無駄にしてもらいたくないです。その通りです。国民がもっと幸せに暮らせる日本になってもらえないかと思っています。久保さんの動画、いつも楽しみにしてます。え、本当ですかわかりました。ありがとうございます。あなたのような若い人が日本にいることを嬉しく思います。ありがとうございます。あ、ミエさんね、戦争でお亡くなりになったお父さんお持ちの方ですね。ということは、私がね、あの、 若い方に見えてしまうということですね。私ももうすぐ50でございますんで。えー、でもまだまだね、あの、みえさんの気持ちをしっかりと受け止めて、これからもな、できることをやっていこうと思いますんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。えー、エルさん。菅はダメだ。菅はダメだ。その通り。私も同じ言葉しか出ません。<laughs> えー、これ、えなりさん。なりなりエリチンさん。 今回コロナでどの政治家が国民のことをまず考えてくれている人なのか全然考えてくれない人なのか奮い出された気がします国民も人たちも今回の国民に対する扱いを踏まえてもっと政治に興味を持って選挙に行ってほしい私もそう思うんですよねありがとうございますまた書いてくださいねえなりさん、えー、桜さん自分は噴火しそうなので一律給付金一人50万で悪態ついたメールを送ってやりましたね爆弾メールってやつですね 八、えー、さん、このままいけば生活するために犯罪する人が出てくるその通り農作物の窃盗や詐欺自殺者増加国民の生活や命を守る菅総理が言った何一つ達成していない逆に人殺し見殺し餓死しているいやこのね国民の命を預かってるって意識を持ってもらいたいよね本当。と M さん提言と検討のループうんざりする、えー、今回あ国会県議は居眠りしても金がもらえるもう国民全員公務員になるしかないですね えー、村田さん、自民党、公明党には来年の選挙は落選しろ。これね、ほんとね。なんかとりあえず自民党の今の形ではね、国民は浮かばれないですよ。うーん。今崎さんですかね。村上さん。私も諦めない。娘の分まで。えー、お金、毎日かき集め、ギリギリ集めている。国民がいないと税金もなくなるでしょうん。アンリさんにお金渡すぐらいなら同じ金額配れ、もう顔も痛くない。今日も官邸にメールしました。 今日は豆腐久しぶりに食べました辛いですよねあゆかりさんもね関わり持ってくださってます、ね、ありがとうございます私も毎日切り詰めて頑張ってます切り干し大根おすすめですよ共にコツコツ信じて頑張っていきましょういつになったら私たちはね本当に自分らしい暮らしを送れるんでしょうかうんはい、えー、杉田さん給付金になるには緊急事態宣言だと思いますうん確かにそうですね配りたくないから絶対出さないと思いますこれもその通りだと思います 緊急事態宣言ね、ほんと、唯一の救いというか、緊急事態宣言も困ったもんですけどね。どうなっちゃうんですかね、これからね。れな子さん、久保さん、こんばんは。菅とか国会議員のやつらに本ほんとムカつきます。なんなら久保さんが総理大臣になってほしいです。総理大臣にしてください。その前に山本さんがなるかもしれないですね。私がいくら頑張ってもね。<laughs> まあでも、お気持ちありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よしよし坊さん、昨年、JR 小岩駅近くフラワーロードに、えー、あ、平沢、 かいいしししししし事事務務所所開きしていまままたたたよサマットスーパーパのの近くに事務所男の人がいましたから私がお話しました国民に特別給付金10万1回で終わりは納得してませんからこのようなことならあなた方自民党はものすごく落選者増えるだろういやならば第2弾にやるように菅総理やらないなら選挙はまず衆議院は応援はしないだろうと私は言いましたよく言ってくださいました最後には一言言いましたよ何やってんだよ 自民党はグッドですよ。そういうふうにね、もうチクチクやってくださいよ、もう吉尾さん、タダさん、久保さんのおっしゃってる通り、一体何のため、誰のため政治をやってるんだと思います。日本政府に言いたいことがあります。日本国民すべてに経済難民を実行しろ。えー、えー、何こうまあ救済するところですね。本日も官邸メールします。どんどんやっていきましょう。だんだん官邸のメールも増えてきたんじゃないですか。あギつきレイさん。 えー、病気療養中なのでで万欲しいです今までも何度に鑑定メール送ったりしますがあのぜひね周りの人にもあのメールを送ってもらってください所詮ねまだね数少ないんですよやっぱりどう考えてもねこれね100万人ぐらいじゃ足りないですから1,000万人2,000万人の人が鑑定にメールを毎日ぶち込んでいくとさすがに動くと思いますよ秘書さん世の現状を知っているなら間違ってもガースとか本人が言うべきじゃない、はい、本人が判断しなければならないのですよふざけてますよねと。 次期衆議院議員は実態に、絶対に投票しませんと。自民公明には。うん、ねえ、菅さんね、他の自民党の党員とか、公明党さんにも迷惑かけてますよ、あなたの態度が。っていうことですよね。ケースさん、あなたの思っていることは私の考えていることと同じです。お私もだいぶあっちこっち連絡しています。12月末まで頑張って連絡をし続けます。恐縮でございます、ケースさん。これからも一緒に頑張っていきましょう。えー、レッドリボン軍16ですか ?RB16。<laughs> RB えー、支持率を下げて世論で動かせるとか方法はない結構ねグッドが25もつきましたねこれでねメグさん久保さんいつもありがとうございます本当にそうですよ菅さんにはもっと強く言ってほしかったです公明党にはがっかりです超がっかりですねえ本当真鍋さんええー、こと言うなーって関西からありがとうございますこれからもなるべくいいことを言っていきたいですね、えー、田中さん私も総理官邸にメールを送っていますがあただ私は久保さんみたくずっと根気よくできていません今問題になっている 国会議員のあんまり安利負債犯罪者なのにボーナスもらえるとかどうなってますよこの国は。はいあのねできる時にできやればよろしいかと思います。あの疲れたら休んでください。うんそれしかないです。あのこれねいやいややるもんではないですからね。気分が乗ってきたときやりましょう。私は毎日気分が乗ってるただそれだけのことなんですけどもね。<laughs> はい亀吉さん。私もまだまだ諦めませんよと。いつもありがとうございます。あ激馬されますよもう亀吉さん。山中さん。久保さんこんにちは。国会に 国民の声届きくるですかね。諦めたくないけど、だんだん虚しく思えてきました。目の前でガースに言いたいです。私もね目の前にね。菅総理がいたらね。もう本当にね。あの胸ぐら掴むぐらいの勢いですね。え、最後もう一件ですね。ありがとうございます。えっ、ー、と代金さん。えー、久保さんは多分給付金なんて必要ない人なのに、これだけ活動してくれていることに感謝しています。僕も必要ですが、困っている人のためにも。 発信続けたいいと思いますっていうか、スカポンタンの舐めている正直ムカつくからもあります。まだ諦めず声を上げている人と一緒にやれることだけはやる。私も法律ねじ曲げてでも年内国民に給付しろと言いたいです。これだけひどい状況にしたらスカポンタン政権がほったらかしたから、だからこそ無理やりにでもやるべきだと思います。いや、本当にそうですね。私もね、本当にね、常日頃からそう思ってますよ。うん。で、えっ、ー、と、ちょっとすいませんね。もう一個ね、コメントがあるんですけども、 あ、これ。つるっパケのフォロー爆笑ということで大好きですよね <laughs>。はい。ということで、えー、コメントは全部読もやりました。84件に全部返信しましたよね。動画は3本になっちゃいましたけども、皆さんのコメント、私のところにしっかり届いてますからね。えー、すいません。今回は音声と動画キャプチャーだけになりますけども、皆さんのことしっかり見えてますからね。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。